んにちは。今日は質問が結構多かったので RT 検査について解説していきたいと思います。 RT 検査の合格基準やどのぐらいのレベルだと落ちてしまうのかというのがわからないという声が多かったのでこの動画を出してみました。ただし実際に RT 検査に出してみるとこの動画の解説した通りではなくても合格したということもあるかもしれないのである程度の参考までに捉えておいてください。このようにこのチャンネルでは溶接動画の参考動画や解説などをしていますのでいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方をお願いします。それではまず1番から説明していきます。まず1番なんですが、ある程度の安定した裏波とあります。まず最初にこれは当たり前なんですが、裏波が出ていないところがあるというのは確実に RT 検査には落ちてしまうのでそれだけはないように注意してください。もしも1箇所だけ出ていないということがあったりするとそういう時はもうパイプを切り直して溶接をやり直すや、薄いパイプですと上から炙るともう一度裏波を出すことができるのでそれで裏波を出したりして対処してください。次になんですが、安定した裏波とありますが裏波の高さがあまり違いすぎたりしてしまいますとその高さで RT 検査に落ちてしまうことがあり、でどれぐらいの高さだと危ないのかを解説していきますと、今これ赤い部分が裏波が出ている状態で青い部分がパイプなんですけど、まず高さが4ミリのところと高さが1ミリしか出ていないところがあるとします。でこの差があまり大きすぎてしまうと RT 検査に落ちてしまうことがあります。なので高さの不揃いはあまり過度な状態は避けるようにしてください。前に高さが1ミリぐらいしか出ていないところと高さが4ミリぐらい出ているところでその状態のまま RT 検査に出したことがあるのですが問題なく合格はしていました。今これだと1ミリと4ミリなので高さの差が3ミリだと思うんですが、この高さの差が5ミリぐらい空いていると落ちたという人を聞いたことがあるので、5ミリなどの差がある場合などはやり直した方がいいと思います。3ミリぐらいの差なら僕も何度も RT 検査に出したことがありますが問題なく通っていたのであまり深く考える必要はないと思います。これとは逆にどのぐらいの低さの裏波なら問題がないかと言いますと、この裏波の出が少ないところを見てもらうと分かると思いますが、これは面1ぐらいの裏波しか出ていません。ですが引っ込んでさえいなければ裏波の高さがパイプと同じ高さだとしても RT 検査には問題なく通ります。なのでこれが一周パイプと同じ高さの面1だとしても RT 検査には通ります。ただし外から面1に見えても薄いアンダーカットがある場合もありますので、なるべく1ミリ以上は裏波を出すように心がけてください。次に鉄のパイプで多いと思うんですが、棒を送りすぎてしまったり棒の溶け残りがあったりして下の絵のように棒が少し裏波から飛び出ていてつららのようになっていることがあると思います。このつららのように棒が飛び出てしまっている場合でも、この飛び出しが少ない場合ですと問題なく RT に通ることがあります。なのでもし軽くつららのような状態で棒が飛び出ていたとしたら、少しなんだったらそのまま RT 検査に出しても合格はできると思うのであまり気にすることはないと思います。ただしこれも先ほどの高さの不揃いと同じで、あまり出すぎているとそれは RT 検査におそらく引っかかってしまうのでやり直すようにしてください。このつららになっている時の対処法ですと、飛び出ているのはただの溶接棒なので裏から手が届く範囲でしたらアークを出すと棒はきれいに裏波に馴染んでくれるので問題なく RT 検査には通ります。なので手が届かない場合でつららのような状態が激しくなっている時はやり直した方がいいと思います。次にタングステンがついてしまった時に対しての判断基準を解説していきたいと思います。まずタングステンなんですが、軽くプチッとついてしまうような感じの時はビードの中にタングステンは含まれていないので全然問題なく合格できます。今のこの動画が何度も軽くプールにつけた状態を再現しています。なので不合格になってしまう判断基準で言いますと、完全にプールにタングステンがついてしまい
アークが切れてしまい、タングステンの先が折れてプールの中に入り込んでいる状態になってしまうと、これはもう RT 検査には落ちてしまいます。ですが先ほどの動画のようにタングステンがついてしまっても、そのまま溶接が再開できて、タングステンの先の方が全然尖った状態のままの場合などは、折れてビードに入っていることはないので問題なく通ります。なのでもししっかりとタングステンの先が折れてビードに入ってしまった場合などは、そこの部分をグラインダー等で軽く削ってあげるとタングステンも一緒になくなるので問題なく RT 検査には通ります。なのでしっかりとくっついてしまった場合はグラインダー等でその部分を除去してあげてください。次に3番の裏波が酸化していないこととありますが、これを解説していきます。まず鉄ではあまり関係ないのですが、ステンレスの裏波を出す時などは必ずバックシールをすると思います。ただしバックシールのかけ忘れやまだ効いていない状態で溶接をしてしまった場合、そういう場合に裏波が酸化してしまうと思うんですが、完全に花が咲いてしまったように真っ黒でボコボコとした裏波になっている場合は RT 検査には絶対に落ちますので、やり直すようにしてください。なのでバックシールが効いているかわからない場合はしっかりと時間を置いて酸素をしっかりと抜いてから溶接をするようにしましょう。それでこれからあまりバックシールが効いていない状態の裏波を見せていきます。どれぐらいの状態でも大丈夫かというのを分かればある程度安心できると思うので見てみてください。それでは見ていきます。まずこの右半分はシールが普通に効いているのである程度ピンク色の裏波ですし全然問題なく通ります。これを見て分かる通り、裏波は金色に光っていたりピカピカにシールが効いていないとダメというわけでは全くないので、あれぐらいだと問題ないです。で次にこちらなんですが、これはもうシールが軽く効いている状態で裏波が花が咲く手前の真っ黒の状態になってしまっています。でこうなってしまった場合なんですが、特に花が咲いて表にボコボコと出ているわけではないのが見てわかると思います。でこれだと問題なく RT 検査には通ります。以前に溶接をしている途中にバックシールのホースが抜けてしまっていて、このような真っ黒の花が咲く手前のような裏波の状態で RT 検査に出したんですが、全然問題なく合格できました。ですがもうちょっとシールが効いていない状態になりますと、多分表にボコボコと湧いてしまって花が咲いた状態になってしまうと思うので、そうなってしまうと RT 検査には通らないので、これは本当にギリギリの判断基準で通ったのかなと思います。ですが形さえ整っていれば真っ黒でシールがあまり効いていない状態でも RT 検査には合格できるので、あまり心配する必要はないと思います。でこちらも軽くビードの表面に酸化した部分が見えると思いますが、全然問題なく RT 検査には通ります。ですがこの真ん中の部分を見てもらうと分かると思いますが、これは完全に表にボコボコと花が咲いてしまっています。これは仮付けの状態で裏が湧いていたのですが、このような状態になってしまいますと RT 検査には落ちてしまうので注意してください。なので真っ黒でも形が保たれている裏波の状態の場合ですと問題なく RT 検査には通るということを覚えておいてください。逆に表面にボコボコと裏波が湧いてしまっていて花が咲いたような状態になっている場合ですと RT 検査に落ちてしまうので、そういう場合はやり直してください。次に4番の角の段違いがないこととありますが、これはほとんどありえないことだとは思うのですが、パイプとフィッティング側の板厚などがとても違う時があり、そういう段差のまま溶接をしてしまいますと、その段違いの部分のせいで裏波がとても斜めになってしまい影になってしまって RT 検査に落ちることがあります。このような状況はほとんどないと思うので、あまり気にすることはないかなと思います。もしもそういう状況がある場合は板厚が分厚い方の内径を擦ってもらって
なるべく板厚違いにならないようにしてもらってください。次に5番のブローホールなどが中間層や初層にないこととありますが、これは鉄のパイプを溶接するときに多いと思うのですが、1層目を巻き終わって最後の終端部分でクレーター処理をせずにパッとアークを切ってしまうと真ん中にポツッと穴が開いてしまうことがあると思います。その穴がブローホールなんですが、それは結構裏波の方まで深く穴が開いていることがあるので、そのまま上盛りをしてしまうと RT 検査を出した時にブローホールが映ってしまい RT 検査に不合格になることがあります。これの対処法としましては、どの溶接をやる時でも当然のことなんですが、しっかりとクレーター処理をすることです。もしもブローホールが入ってしまった場合は、その上から少し高めの電流でアークを出してもらうとブローホールはまた潰れますので、そこでクレーター処理をしてもらえばブローホールは消えます。ステンレスの溶接ではほとんどないですが、鉄の溶接などではある程度電流も高いと思うのでブローホールが入りやすいので注意してください。次に6番の溶け込み不良がないことというのを解説していきます。これも普通に溶接をしていればめったに起こることはないと思うのですが、例えば 9mm のパイプを溶接するとします。で、 9mm ですと普通は4層や5層行くのが当然だと思うのですが、何度も層を重ねるのがめんどくさいという時などに3層で仕上げようとするとします。その場合は1層目を終えて2層目でパイプの面ぐらいまで上げたいので、2層目でしっかりとよもりを出そうと棒をガンガンと送ってしまいますと、1層目のビードにきれいに溶け込んでなく上に乗っただけの状態というような感じで溶け込み不良のまま溶接をしてしまうと、当然ながら RT 検査には落ちてしまいます。このような事例はほとんどないと思うのですが、一度だけ低い電流で 3.2 ミリの太い棒を使って棒をガンガンと送って全然溶け込んでいなく RT 検査に落ちたという人がいました。なので2層でしっかりと高さを出したい場合ですと、電流をしっかりと上げて確実に溶け込ませながら溶接をして高さを出すようにしてあげてください。低い電流などで太い棒をガンガンと送ってしまうと全然溶け込まずに RT 検査に落ちてしまうので注意しましょう。なので確実な方法としましては、板厚が分厚い場合などはしっかりと層を重ねて3層のところを4層で行くなどをするなどして対処してください。薄く層を重ねていくとしっかりと溶け込んでくれるので RT 検査に問題なく通るので、そのように丁寧な溶接を RT 検査がある場合は心がけてください。最後に仕上げビードにアンダーカットがないこととありますが、これが起こるとしたらほとんど鉄のパイプだと思います。鉄のパイプの黒皮を全然除去していないまま溶接をしてしまいますとアンダーカットが入ります。 RT 検査があるような配管ではこのようなことはまずありえないと思いますが、黒皮などがきれいに取れていない場合などはしっかりと除去をしてアンダーカットが入らないようにしてから溶接をしてください。はい、これで一通りの解説が終わりました。この解説通りにはならないこともあるのですが、少しでも参考になればいいかなと思います。せっかく溶接したものを直さなくても合格できるのに心配で直してもらったら少しもったいないですし、逆に確実に落ちてしまうような状態でも合格するかもしれないということで RT 検査に出して落ちてしまってもそれは残念なことなので、今回の動画を参考にしてみてください。分かりづらいことなどがありましたら気軽にコメントの方もお願いします。で、左下のアイコンをタップしてもらうとチャンネル登録できますので、よければよろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。